柏原由紀子は、日本の元フィギュアスケート選手。向川女子大学附属中学校、高等学校、カナダノースビューハイツ高校を経て、フィリップス大学英米文学部卒。7歳より、神戸 FSC にて、フィギュアスケートを始める。1983年の、第51回全日本ジュニア選手権では、当時12歳にして3位となる。1987年の、 第55回全日本選手権では伊藤緑、加藤雅子に次ぐ3位となる。1987から1988シーズンにおいては、1987年の第56回全日本ジュニア選手権で優勝。同年の世界ジュニア選手権では、クリスティー・口、マグチ、ヤギノに次いで3位になり、1988年、 カルガリーオリンピックの出場の期待も高まったが、選考会を兼ねた全日本選手権では6位に終わった。その後に開催された第43回国体にて、青年女子個人で優勝。1988から1989、シーズンからはカナダへ、スケート留学をするなどして力をつけ、1988年、スケートカナダでは6位、同年 NHK 杯でも6位と、 国際大会での経験も積んでいく。1989から1990シーズンにおいては、1989年のスケートカナダでは、プログラムにジャンプを取り入れないアーティスティック部門において優勝。1990年の第58回全日本選手権では、フリースケーティングにおいて5位に入るが、同年10月のスケートエレクトリックを最後に19歳で引退。 体重増加や虚食症を繰り返し、腰を故障して、ジャンプがうまく飛べなくなったことが原因。髪型は1987から1988シーズンまでは、ポニーテール、1988から1989シーズン以降は、ショートヘアだった。2017年4月19日放送の、あいつ今何してるにヤギ沼と同期でしのぎを削った選手として登場。 引退後は1995年に結婚して二人の男児を授かり、高難女子大学生教席購買部で販売業務を行っているバレエの素養に加えて、ジャンプの技術の高さがあり、バレエジャンプからのトリプルトーループダブルトーループのコンビネーションや、スプレッドイーグルからのダブルアクセルをこなすなど、当時としては高い技術を持っていた。腰を故障してからは、ジャンプの制裁は変えたが、 1989年のスケートカナダのアーティスティック部門において優勝するなど表現力に磨きがかかった。中でもバレエの素養を生かした体の柔らかさから繰り出されるレイバックスピン、スパイラル、スプレッドイーグルの美しさには目を見張るものがあった。未来のフィギュア界を担う世界ジュニアフィギュアスケート選手権とはスパイア、スパイア、 2020年11月18日閲覧。女子シングルにも同時に出場し、結果は5位。1987年の全日本選手権の実況では、ジャンプの天才と歌われた伊藤緑に次ぐ逸材と評された。1987年の世界ジュニア選手権において、1990年の全日本選手権の実況において、これらを絶賛された。 ありがとうございます。